だから EV はダメなんです。皆さんは世界各地を襲っている寒波、極寒被害で今急激に。また、EV の墓場が増殖している、この現実をご存知でしょうか。2023年の年末あたりから中国をはじめ、欧州、アメリカと寒波を襲い。極寒の影響により EV、電気自動車の弱点が次々に露呈し、多くの EV 被害者が出ていることはご存知かと思います。この極寒の影響によりやっぱり EV はダメ、使い物にならないと感じた EV ユーザーが今急激に世界中で急増しており、EV を手放すユーザーが増えているんです。しかし、EV は2年から3年もすれば、ほとんど価値がなく中古車としての価値もないんです。ガソリン車やハイブリッド車であれば、車種によれば、新車以上の価格をつけている中古車も存在するんですが、ことが EV の中古車となると、そもそも EV 中古車の市場がほとんどなく、EV を手放そう、乗り換えようとすると、破棄するしかないのも今の EV の現状なんです。もともと EV は高性能なバッテリーを搭載しているため、その処分方法についても明確な世界基準も存在せず、言ってしまえば、原発のトイレのないマンションとなっているのも現実。環境意識が高い、欧米や日本であれば、一応処分方法を独自に設定しているみたいなんですが、お隣の国中国では、処分イコール空き地に放置の始末。EV を安全に解体し、使える部分をリサイクルしようなんて考えもなく、ただ、ゴミのように放置する。これが今急激にまた拡大をしているんです。中国というと言わずと知れた EV 普及と EV 市場が加速した地域なんですが、皆様もご存知の通り、環境の課の字も存在しないのも事実なんです。EV は本当に地球に人類にとって優しいものなのか？については様々論争もあるんですが、それは一旦置いておいて EV を普及させるだけで、その後を全く考えていない国家に。これ以上 EV を作らせて本当に良いものなのか？今一度考える時に来ているんじゃないでしょうか？そうしなければ、EV、言うなれば、廃棄された EV バッテリーによる環境破壊が進むことが容易に想像ができてしまうんです。チロチロチャンネルへようこそ。このチャンネルでは普段は車系、特に洗車系動画を多く配信しています。また最近では今回のような車系時事ネタに関しても扱っているんで、早めにチャンネル登録もお願いします。今回はまずはじめに世界各地で被害が続出している極寒被害について紹介してきましたが、今回取り上げるテーマはたった数年でゴミとなってしまう EV の現実。EV、ユーザー離れが止まらない現実を紹介していきます。では行きましょう。現在急速に普及し始めている電気自動車ですが、その EV ユーザーに対する意識調査報告書の結果が、衝撃でした。ズバリそれは、現に EV に乗っているユーザーに対し、次も電気自動車を購入するか、という問いに対する回答です。次に車を購入する車のタイプを尋ねる問いでは、電気自動車が 53.8%、ハイブリッド車が 18.1%、レギュラーガソリン車が 12.9%、ディーゼル車、軽油車が 5.8%、水素自動車が 4.7%、廃屋ガソリン車が 3.5%、その他わからないが、1.2% という結果になっています。つまりこの調査では、約半分の電気自動車ユーザーが、次は電気自動車を購入しないと答えたということで、現に、今、EV に乗っているのにもかかわらず、おおよそ5割の方がもう買わないと言っているんです。また、カリフォルニア大学のスコット・ハードマン氏とギルタル氏の研究では、電気自動車オーナーの約5人に1人が、ガソリン車に戻しているという結果も報告されています。今回はどうして一度 EV を購入した方でさえも、これほどまでに EV に対する満足度が低いのか、そのあたりを深掘りしていきます。EV のリセールバリューが想像以上に低すぎる。自動車はカテゴリーやメーカー車種などによって、売却をした時のリセールバリューは大きく変わるものです。車種によっては新車の時と、ほとんど同じ値段で売れたなんてこともあったりします。そこまでいかなくても、3年後に購入価格の、6割ほどで売れたら、次の車を購入する元手にはなります。そのため自動車を購入するときは、このリセールバリューまで、気にすると、長期的視野においてお得になります。そしてリセールバリューがある程度、高いとその分多くの自動車が売却され、中古車市場も盛り上がっていきます。そうしたことを考えるとこのリセールバリューは、
新車と中古車の売り上げ、そして自動車メーカーの事業展開の見通しに大きな意味を持っています。リセールバリューが高ければそれを狙って多くの新車が売れますし、安くしか売れない車であれば長期的に見た場合、売上が落ち込んでいきます。そうした中、EV にとって非常に心配な情報が入ってきました。それは、EV のリセールバリューが想像以上に低すぎるのではというものです。以前、アメリカの自動車産業市場調査会社、JD パワーと、中国の自動車ポータルサイトが共同で、2022年、中国自動車リセールバリュー研究報告という報告書を発表しました。この報告書では、自動車メーカー車種モデル別に、1年間の中国での中古車のリセールバリューについて分析報告しています。そしてこの報告書ではガソリン車では3年後のリセールバリューの統計を取っていました。その中身を見てみると、2021年に続き2022年も日本車メーカーが圧倒的にリードしており、上位5社のうち4社を日系メーカーが占めたと記載されています。トップはトヨタ自動車のレクサスで3年後のリセールバリューは 68.5% でした。以下、ホンダ、トヨタ自動車の順番で続いています。また、2022年は初めて EV のリセールバリューも分析の対象とされました。ただガソリン車は3年後のリセールバリューとしたのに対し、EV は1年後としています。そしてその結果は、トップがアメリカのテスラで 76.4% となり、2位以下は中国のメーカーが続き5位までを占めました。76.4% というリセールバリューだけを見れば、EV の方が良さそうに見えますが、ここで注意が必要なのはガソリン車は3年後の価格であり、EV は1年後の価格ということです。この年数の違いはとても重要です。では、一体なぜ、そうした年数、期間での比較が行われるのでしょうか。その理由は、EV のリセールバリューがバッテリーの劣化速度や、電子部品の寿命などの要素により、1年を超えると、急速に低下し3年後にはとても低くなってしまうからです。要するに3年後の EV にはほとんど価値がないということ、市場はそう判断しているということです。2019年に公表された、新エネルギー車、ユーザー価値とリセールバリューに関する会議のデータによれば、EV の3年後のリセールバリューは、平均で 32.31% になります。先ほどのガソリン車と比較すると、リセールバリューの下落が非常に顕著であることが明らかです。この数値はあくまで平均値ですからね、もっと価値が下がる EV もあるってことです。このリセールバリューの低さと、短い主要年数の背景には、EV 産業、特にテスラや中国の EV が今後、解決せざるを得ない重大な課題が潜んでいます。だから今も増え続けているのが、EV の墓場なんです。EV の墓場はある特定の地域にしか存在しないと思っている方も多いかと思いますが、中国国内では EV の墓場は多数存在しています。日本のガソリン車のリセールバリューが高いのには理由があり、それは何より日本製のエンジン関連技術が世界最高水準にある、これにつきます。その耐久性と信頼性、使用寿命は他国が追いつきたくても追いつけないほどの圧倒的な差です。ドイツのメルセデス・ベンツ、BMW、アウディ、ポルシェなど世界を代表する自動車メーカーのエンジンも実は、日本製部品に依存しています。特に重要な電子制御部品、電子制御モジュール、自動変速機などの部品については、ほぼすべてが日本製部品、メイドインジャパンで占められています。ガソリン車では、エンジンは自動車の頭脳に相当します。エンジンが優れていれば、出来上がった自動車の販売力が上がり、価格も手頃になりさらに人気も高まります。その結果、トヨタ自動車などの日本製ガソリン車のリセールバリューは高くなっています。また、そのリセールバリューの高さが日本製ガソリン車が長期間にわたって、世界でトップの販売数を誇り、信頼性と競争力の一因ともなっているんです。その一方で EV は主にスマートなデザイン、操縦性、航続距離 100km あたりの電力消費量などで競っています。リセールバリュー、耐久性、信頼性、使用寿命といったユーザーにとって重要な指標を宣伝するメーカーはほとんど存在しません。これは現時点でこれらの重要指標が EV の弱みとなっていることをあらわにしています。このような状況から多くの中古車業者が EV の買い取りを控える傾向が見られます。
そして最近、EV が販売されてから、ある程度の時間が経ったことで、売却をしようとするユーザーが増えていますが、EV のリセールバリューが非常に低いため、中古 EV 市場の規模は極めて限定的なものになるとも予想されます。売却をしてもほとんど値がつかず、逆に処分費用を支払うといったケースも結構多発しています。これはバッテリーの処分費用が非常に高く、もし交換が必要となった場合、それだけで数百万円かかることもあるからです。最悪の場合、300万くらいかかったケースも報告されています。こうした状況を踏まえ、ユーザーが EV を売却し、また次に EV を選ぶということは困難な状況でもあります。つまり EV が今後、本格的にさらに普及し、ユーザーの支持を獲得していけるかどうかは、かっこいいデザインではなく、その耐久性、信頼性、使用寿命が向上するかどうかにかかってきます。日本製のガソリン車は普通に40年間使用することが可能です。そのため少なくとも寿命を20年程度まで伸ばせなければ、EV 市場が安定して成長していくのは困難であると考えられます。EV の普及には問題がまだまだ山積しています。EV は環境に優しい、クリーンだから今、注目を集めていますが、EV 製造過程では一定量の二酸化炭素が排出されるという事実は見逃せません。そしてその主要な要因は EV の心臓部とも言えるバッテリーです。例えば一般的な EV に用いられる 62kWh のバッテリー一つの製造には二酸化炭素が 6.2 トンも発生します。これは大体大人3人が年間で排出する量に相当します。また、現在のままでは使用済みの EV バッテリーが増え続けると、バッテリー製造に必要なリチウムやコバルトといったレアメタルが不足する可能性が高く、その結果、バッテリーの価格上昇が今以上に予想され、それが車両価格全体の高騰を引き起こしてしまいます。EV の新車価格が今以上に上昇する一方で、リセールバリューが現状の低いままでは、消費者が購入をためらうことは当然です。したがって、リセールバリューの向上、バッテリー製造時の CO2 排出量の削減、そしてレアメタルのリサイクル体制の構築が今、喫緊の課題として求められます。これらが解決をしない限り、EV のさらなる普及は難しいと言えます。EV メーカーはこれらの難問を解決し、次のステップへと進むことができるのでしょうか？今のところ、日本のガソリン車、言うならばハイブリッド車の方が良いというユーザーが多くても、仕方がありませんし、エネルギー効率がどう考えても、ガソリン車が勝っていることは言うまでもありません。つまり、EV はまだまだ現実性が庶民にはないとも言えます。最後に少し告知なんですが、チャンネル登録者数8万人を記念として、この度、メンバーシップを始めました。基本的には、このチャンネルを今後も応援していただける。月に一杯のスタバの、シェ・ケラート・フレットをおごってやろう、そんな方を募集しています。今後もメンバーシップとともによろしくお願いします。本日の動画は以上です。今回の動画に関して意見や感想は気軽にコメントでお待ちしています。またチャンネル登録グッドボタン、あとついでにベルマークの通知ボタンもお願いします。それが何より今後のモチベーションにつながります。ではまた。